はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですね、キンキンに今年をぶち込んでロングループキンキンシリーズ、これをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日もですね、昨日に続きましてモンスターを飲んでいくんですけども、一応コメント紹介をしておきます。まずはこちらですね、 M 君さんからのコメントになってます。以前ですね、 M 君さんからのリクエストでモンスターシリーズ飲み比べをやりました。その時にですね、まあ新フレーバー来たらねまたお願いしますねっていう風にお願いされております。続きまして、クーさんって読むんだと思うんですけども、まあ、いつも動画楽しみにしてますと、ありがとうございます。モンスターの新しい味が発売されたと、スポーツドリンク炭酸はなしと、味が気になるんで一気飲みしてくださいってやつですね。さあというわけで今日こちらですね、モンスターの青い方ですね、モンスターフュエルっていうかな、ちょっとねもう読み方がよくわかんないんですけども、こちらのブルースターク、ブルースターク、ブルースターク、これをねやっていこうと思います。さあキンキンに凍ったジョッキ登場です。今日もキンキンに凍っております。冷た、さあ飲んでいきますか。昨日のやつよりね美味しいはずです。こっちの方がカロリーが高いです。うわー、匂いがもうすごいな、甘い匂いするわ。あ、色めっちゃ綺麗だな、泳ぎたいなこれ。さてと、匂いが、あー、かき氷っぽいっすね。いいっすね。じゃあ飲んでみましょうかね、モンスターブルースタークですね。いきます、乾杯。あー、あー、薄い。昨日のと同じ感じだな。何がどう違う？難しいな。後味濃いな、やっぱ同じだ。後味が濃い、あ、変わっとるな。あ、まあでも美味しいんだろうな。よいしょ、とりあえずね飲み切りましょうかね。乾杯。ペロッといきますね。うまい。さあお疲れ様でした。飲みました。昨日のやつがねこれですね。違いはねそこまでね感じないんですよね。もう見た目の色の違い、ここが一番びっくりなぐらいで、共通して飲んだ感じが薄くて後味は濃いんですよ。ただのスポーツドリンクじゃないなって感じで、やっぱりこのモンスターファンですね、コアファンの方にはね、ぜひ一回はね、飲んでみてくださいって、そういったドリンクかなってね、僕は思いましたね。さあ、これね、成分見ましょう。これね、昨日ですね、こっちにですね、赤色40号ってのが入ってて、なんだそれって思ったんですが、今日のこっち、青い方見ましたらですね、こちらにもですね、赤色40号入ってます。そして、青色1号が入ってます。もうね、何が何やらわからないんですが、赤に青足すと青くなるんですか？ちょっと難しいな。まあ、そんなこんな想像もですね、こう楽しみの一つかなと僕は思ったんでね、もしね、飲んでみたくなった、気になったって方いらっしゃれば、ぜひね、試してみてください。さあ、というわけでね、M 君さんとね、クーさんですね、リクエストコメントいただいて、本当にね、ありがとうございました。さあちょっとね次回予告やっていこうと思うんですが、明日からですね、ここの流れからですね、エナジードリンク的な流れに入っていこうと思ってます。でこのドリンクですね、これね読み方よくわかんないんですよ。あのコンビニとかで見たことあるよって方も、ね、いらっしゃると思うんですけども、まあ、これはねリクエストでやっていくんですが、なんとなくわからず買ってきましたが、どうやら調べるとね、まだまだ種類があると。ちょっと今ね悩んでるんですよ。まとめてバーンとやっつけるか、とりあえず買ってきてる3本だけやっつけるか、買えるだけね、今から買ってきてね、ガツッとやろうかなーと思ったりしてるんですが、まあ、とりあえずですね、この流れからですね、エナジードリンク的な流れに入っていきますんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。青色1号出たよ。びっくりした。